初宮前に行った次は何をするか、七五三です。実は七五三まではですね、皆さんの子供は人ではないんですよ。でしょ、人ではないんですね。これ神様の預かり物なんです。だから7歳まで神様の代わりに大切に育てなきゃいけないわけです。だから最近ね、いろんな虐待がありますけれど、あれは神様の道徳です。ですからこんなに立派に育てましたよということで、七五三で神様に報告に行くと。はい。そして7歳を境に女性は女性らしく、男性は男性らしくなっていく。そして今度どんどん、今度死に近づいていきますね。で、死に近づくってことはどんどんこう神様としてね、こう神様に近づいていくわけです。ですから成熟していくと、これは男でも女でもないと、完全なる人としてこう なっていくというふうに言われているんです。はい、先生。お、何でしょう。アマテラスが男性ですか、女性なんですか。そこですね。これですね、今質問にありましたけれども、いわゆる人になるっていうね、ありましたよね。要は女性でもなく男性でもなく、より完全体人間になっていく。だからアマテラスは実は男でも女でもどっちでもいい。性別を超えた存在です。はい。どっちでもいいってことなんですね。そうなんですよ。まあでもね、家庭に女性がいて女性が仕切った方がうまくいきますね。なるほど。日本はね、卑弥呼がいたりとかね、だから女性がしっかりとした方がいいんじゃないかなと。アマテラスは女神なのか女神なのか、これはよく論じられることですが、7歳を境に女性は女性らしく、男性は男性らしくなっていきます。そして年を重ね、死に近づくとだんだん成熟し、性別を超えた人となり神に近づきます。神に近づくと、もはや男女の区別はいらなくなるのです。したがってアマテラスは女神でもあり女神でもあるのです。より神であると考えられます。じゃあ次いきます。では、神社のことをお宮と言いますね。なぜお宮というかご存知でしょうか。なんでわかんない。なぜお宮というか、なんで最初から決まってるんじゃないか。違うんですね。実はお宮というのは女性なんです。女性の子宮のことなんです。だから一の鳥居は実は女性の入り口です。だからその中をのことを参道と言いますね。お宮が子宮だから、お宮、いわゆるさっき言いましたね、宇治神様から生まれてきたんです。我々だから生まれたところに戻って報告に行くのが初宮前。すごいでしょ。で、沖縄なんかに行くとね、沖縄の墓してます。墓こう、こんな足の形でここに収めるんです、お骨を。足の形になってますね。沖縄のお母さんに戻るみたいな。そうなんです。はい、すごいね。お母さんから生まれて、ね、お母さんから、ってことで移動。はい、はい、では皆さん、はい、こちらへどうぞ。はい。古事記八百万の神浮世絵ミュージアムオープン。大分県日田市豆田町に古事記を学べるミュージアムがオープンしました。古事記の物語に登場する八百万の神々の浮世絵を展示。神々が持つ神格を通して現代の私たちに向けたメッセージを読み解く。また小さな子供たちでもタブレットで古事記の紙芝居が楽しめます。館内にはポストカードや御朱印帳、クリアファイルや手鏡、しおりや絵本など八百万の神オリジナルグッズも多数揃えてお迎えします。古事記八百万の神浮世絵ミュージアム、大分県日田市豆田町でお待ちしております。八百万の神オリジナルグッズ、ポストカードや御朱印帳、クリアファイルや手鏡、しおりや絵本など八百万の神オリジナルグッズが盛りだくさん。お求めは匠プロモーションで検索。